どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はシーズン3間近、トライスプリンガーは環境に抗えるのか、パート1となります。シーズン3フレッシュシーズンの開幕までもうすぐですね。 DLC の情報からアートブック、それに武器情報と公開されてきてます。シーズン2も楽しかったので、もちろんシーズン3も環境が多少変わって楽しい方向に行くのかなと思っています。ただアップデートの回数もそんなに多くないので、環境の変化というのはどう変わっていくのか気になるところですね。そこで今回はアップデート前の情報をもとにトライスプリンガー視点でまとめていきたいと思います。アップデートの情報も随時更新中なので、現在判明している部分だけで考察をしていきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず気になるのは追加されるスペシャルですね。シーズンポスターを見る限りでは2種類の追加みたいです。まず1つ目は帝王イカですね。スプラ1の大王イカのアップグレード版になりそうです。性能面は巨大化の変身が完了後に相手からのダメージを無効にしながら行動ができるようになる。 ZR で強力な突撃攻撃ができるほか、ジャンプボタンで弱めの広範囲回転攻撃などができるという感じです。まあ、スプラ1の時に比べると突撃攻撃が追加されたという感じですね。あとは回転攻撃がちょっと弱くなってます。まあ以前だと一撃でしたからね。また動画から見るに変身時間は8秒ほどですね。以前より時間も伸びているのでちょっと厄介そうです。前回が5秒とかだったかな。ただスプラ1のようにイカ速が乗るのであれば、防衛の時にかなり強力なスペシャルになるのかなと思ってます。でこちらのスペシャルを弓視点で見ていくと、まあ、近くで使われると厄介だなというのと、味方が襲われている時に何もできなくなりそうなスペシャルだなと思ってます。とにかく発動されたら一旦逃げて、発動前か発動後の変身の際に一角を叩き込みたいところですね。そういった隙は大きそうですもんね。また攻撃をしていると動きが止まっているように見えるので、攻撃を当てて時間稼ぎやポイズンの影響が可能なら移動速度低下っていうのは狙えるかなと思います。まあこのあたりは実際検証しないとわからないところですね。2つ目はデコイチラシです。可愛い見た目の新スペシャルですね。パッと見前作のイーダボムを思い出します。狙った地点に大量のデカを一気に射出し地面に貼り付ける。時間経過後に爆発するが敵の攻撃を受けると破壊される。着地点にスパジャンと同じマーカーがつくので相手に設置場所はバレるようになってるとなってます。まあ、飛距離もそれなりにあるので有利な位置から場所を使うのが良さそうですね。弓視点からすると、まあ、基本逃げる一択になるかなと思ってます。相手が遠くから使える以上狙われそうですからね。また壊せると言ってもどれくらいのダメージで壊せるかによって行動が変わるかと思います。フルチャでしか壊せないようであればかなり苦手なスペシャルになりそうですからね。ただ大仏を乗せた場合、半チャで壊せるのであればスペム効果をできるので強力な気はしています。まあ、ここが3発当てた時なのか1発なのか倍率次第だなっていうふうに思ってます。とにかく耐久値次第で大きくこちらの行動が変わるスペシャルだと言えますね。今のところスペシャルはこんな感じなので、比較検証は必須といったところでしょうか。まあ、どれも耐久値、貫通ダメージあるのかとか、そのあたりはすごく気になるところです。続いては追加武器についてです。まだまだ詳細が出てない武器があるので、今回は一部のみでいきます。1つ目はスプラローラーコラボですね。ジャンプビーコンと帝王イカの組み合わせとなります。前線を維持するために有効な組み合わせになってますね。見つけたとしても帝王イカで逃げられそうな気もしています。またビーコンを定期的に置かれると前線維持されそうなので、積極的にビーコン処理や足元塗りを整えていきたいですね。意外とメガホンで邪魔を優先した方がいい相手になるのかもしれないです。2つ目はクロガロンデコですね。スプラッシュシールドと帝王イカの組み合わせになります。スペシャルが何とも言えないところはありますが、スプラッシュシールドで無理やり距離は詰められそうですよね。メインの射程も強力ではあるので、スプラッシュシールドを使われる前に倒すか局射で邪魔をするようにしたいところです。ただ近づかれなければ対策はしやすい武器なのかなと思いますので、しっかりマークはしときたいですね。3つ目は NZAP89 です。ロボットボムとデコイチラシの組み合わせになります。塗りと邪魔に特化した武器構成ですね。
ロボムでポジションの邪魔をされながらデコイチラッシュで追い打ちなんてこともされそうで、地獄を見そうな気がしてます。近づけないというよりもスペシャルを使わせない工夫が必要な気がするので、処理優先にしたい相手とも言えそうですね。またトラストはエリアの対応が難しいので、赤ザップがエリアで増えるとかなり苦しくなるんじゃないかなと思ってます。4つ目はクラッシュブラスターネオ、カーリングボムとデコイチラッシュの組み合わせになります。こちらも新しいスペシャルのデコイチラッシュが組まれてますね。ただ射程で前に出る武器ではあるので、スペの使いどころはかなり難しいんじゃないかなと思います。まあ、打開のきっかけとか押し込みとかそんな感じしますね。なので前線の押し込みには強そうな感じではあるのですが、一気に詰めてきてるところに爆発や終えたりして邪魔をしたいっていうのが弓の対策としてはいいかと思います。どっちみち近づかれると厄介な相手ですからね。やっぱ手前処理はしっかりしたいなというところです。5つ目はスプラチャージャーコラボ、スプラッシュシールドとトリプルトルネードの組み合わせになります。この構成なんですけど、個人的にはトラストに来てほしかったものなので、結構絶望してます。はい。で、というのも、まあ、調査対策がめちゃくちゃできてるんですよね。まず、スプラッシュシールドを置かれた時点で、局者で倒せる確率は減ります。さらに、ルール関与もトリプルで構成に持っていけます。ここの2つが強いなと思ってます。後衛として攻めの展開に持っていきやすい構成なんですよね。なんならシールドのおかげで場所も選びません。場所が悪いところでもスプラッシュシールド1枚で環境を作れますので、かなりいいなと思います。まあ、何かと厄介な後衛武器になると思いますので、リッターに次いで相手にしたくない武器になってくるかと思います。まあ相手しない方がいいかもしれないですね。6つ目はエルサンリールガン D です。クイックボムとウルトラハンコの組み合わせになります。正直クイボとメインの組み合わせは良かったんですが、ハンコかーというのがありますね。これに関してはちょっとね、ハンコは使ってた身としては残念かなというところです。ただ前線での動きは確かに強い組み合わせなので、ハンコの強化とか手だれが使うと化けるのかなと思います。とりあえずジャンプ打ちをしているところに直当てを狙って対策していきたいですね。7つ目はラピッドブラスターデコです。トーピードとジェットパックの組み合わせになります。個人的にチャーコラに次いできつい組み合わせの武器だなと思ってます。メインとトーピードの相性がいいんですよね。今の環境でもメインだけでかなり邪魔をされるので、そこにボムを投げられるとなると一人で完結されそうな武器なんですよね。またスペシャルも射程を使った押し込みができるので、遭遇したくはない相手です。ただジェットパックは一角が狙えるので、しっかりと壁裏からジェッパ狩りをしていきたいところです。まあ、今のところ紹介されているのはこんなところですかね。厄介なものもありますが、個人的にはスプチャの構成が羨ましいという一言です。今のところ紹介されているのはこんな感じですかね。スペシャルに関しては怪物の影響次第かなと思ってます。ですが追加される武器の中ではチャーコラとラピデコ、赤ザップの3種類が厄介になりそうです。どれも押し込みが厄介な組み合わせですし、何よりスペシャルの対策が難しいと思ってます。特にチャーコラに関してはリッター枠で遭遇すると思いますので、人口が増えれば自然と対面が増えそうなんですよね。カウントを取り続けるためには今まで以上に対面キルが求められそうなので、シーズン3ではかなり苦戦しそうだなと思ってます。はい、ということで今回ここまでとなります。シーズン3間近、トライストリンガーは環境に抗えるのか、パート1はいかがでしたでしょうか。まだまだ情報待ちな部分はありますが、シーズン3は楽しみですね。環境が大きく変わるかはまだ分かりませんが、シーズン2のように一部の武器に固定されないようになると嬉しいなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。